Suzuki。さて菅原道真編、もうついに最終回ですかね。そうなんですよね。はい。なんかいい感じに来てたように見えますけど、前回までで、うん、はい、悲劇になるんですよね。だって天皇と、親戚関係になり、そうそうそう、で右大臣になり、うん、で重要な仕事いっぱい任され、そうなんですよ、はい、はい、って感じですけど、これがやっぱり転落していくんですよね。うん、国政のトップになります。さっきも言ったように右大臣になる前の話からちょっとしますね。右大天皇上位します。うん、で息子の醍醐天皇がまず即位しますよね、うん、でその上位によってこの右大天皇からですね、こう道真とあともう一人その藤原の時平っていう人がですね、こうワンツーでこうサポートしてほしいっていう風に命じられるんですよ、うん、前天皇の右大天皇にね、うん、ちなみにこの藤原の時平っていうのは、うん、前の回でちらっと出てきた太政大臣の藤原の元恒の息子です。はいはいはい、藤原氏の最高権力者の、まあ、御曹司みたいな感じですよね。強い強いやん、はい、うん、でまあ要するに後を継ぐ息子のために、まあ、体制作りをしてあげたんですね、うん、はい、でこう道真をアサインした理由もまあ分かりやすいですよね、まあ、そもそ もう道真はその右大天皇の腹心だったし、で、うん、学会の重鎮だし、深く政治の仕事をやっぱり理解してるわけなんですね、うん、でしかもほら醍醐天皇の即位を後押しした功績があるんですよ、うん、はい、だから息子に対してさ、うん、息子よ夢夢道真の功績を忘れるなっていう風に諭してるんですよ、戒めてるんですよね、右大天皇が、うんうん、でしかも道真が意見を言う相手って別に天皇だけじゃないんですよね、藤原氏に対してもちゃんとここはちょっと違いますよねっていう風に言ったりとかしてるんですよ、うんうん、だから芯が強くて簡単に意見を曲げない、言うべきことを言う、なんていうかな、足腰の強さに、うん、こう藤原氏に対する抑えとしてもなんか宇田天皇は期待したんじゃないかなと思われてます、はいはいはい、でこの坂東さん、要するにその会社の新社長を支えるナンバーワン、ナンバーツーっていう失礼ですよね、うん、まあ、ナンバーワンはもう藤原の時平、ナンバーツーは菅原の道真ですよね、うんうん、こういう体制を作ったところ他の上級貴族たちがですね、やってらんねえというふうに仕事をボイコットするんですよ。なんかありそうなやつやな、うん、ですよね、はいはい、あ、なんか時平と道真以外はあの政務に関与できないってこと、やってらんねえみたいな感じでもう1年間ぐらいあのずっとボイコットするんですよね。あちゃー、うん、はい、なかなかやっぱりまあ、いつの時代もありそうな話ではありますよね。うん、でこう道真は道真でさ、そのどんどん出世していって役職とかも高くなってるんだけれども、まあ菅原家ってやっぱりそれその程度の低い家柄だよねっていうふうにやっぱり藤原系列とかさ、まあ、思われてるわけですよね。うん、こんだけ家柄が低いのに出世しやがってみたいな。はい、で藤原の時平も時平ってさ、名家なんですよ。バリッバリの名家なんだけど、まだ若いんです。彼、ね、そう彼自体が、やっぱり年っていう年齢っていうのもやっぱ当時の貴族社会でのこうなんつうかな、ヒエラルキーにおいてはすごく重要な要素だったんですね。他の上級貴族たちのですね、こうボイコットサボタージュによって道真と時平はもうめちゃくちゃこう仕事に忙殺されて追い込まれるんですよね。じゃあ追い込まれて、もう他の貴族たちにも別に僕たちがその権力を独占してるわけじゃないよみたいなことをなんか再三説明するんだけれども全然納得してもらえなくて、最終的には道真がですね、もう宇田上皇に、まあ元宇田天皇ですよね、あの上位したので上皇になったんですよ、宇田上皇にもうどうしようもないから勅令を出してくださいと、勅を出して貴族たちに直々にちょっと上皇様から説明してくださいっていう風に道真が頼んでやっと収まったんですよね。はい、うんうんうん、この出来事から分かることとしては、やっぱり宇田上皇、つまりまあ会長の力を頼らないと、その時は反発を抑えることができなかったと。なるほど。はい、でもう一つは道真と宇田上皇の関係性ですよね。うん、すごく厳しいことを言えば宇田天皇の見通しの甘さによってこういうバグが起きたっていう風に厳しく言うと、こういうことになるんですよね。うんうん、でこの事態収束のためにまたもや道真の助言が功を奏したみたいな、まあね、そういう形で自分でね、自分でやったんですよね。そうですね。そういう風にこう捉える人もまあ出てくるだろうと、はいはいはい。それはやはり周りの人たちが見て道真って思ったんでしょうね。で道真は右大臣になります。律令制システムの中では実質ナンバー2です、はいはい、
この時に左大臣になったのがさっき出てきた時平ですよね、はいはい、藤原の時平、まあ、29歳、うん、若手ですよね、うん、でやっぱりこう道真に対する風当たりがですねやっぱ徐々に強くなっていくんですよね、はい、もう何回も言ってきましたけれどもやっぱり彼はですね結構攻撃される要素がやっぱ揃ってたんですよ、うん、藤原氏でも源氏でもないのに天皇に抜擢されて異例の大出世ですよね、しかも天皇家と姻戚関係を結んでるっていうね、うん、でも生まれは能力値は高くて学問に精通してトップクラスの私塾の塾長で紀伝道の頂点を独占し続ける家柄の割と低い人たちっていう風に見られた、うんうん、これはですねやはり当時の常識から見て序列社会の常識から見てやはり異例だったみたい、うん、なるほど、結構やっぱ相当出る杭だったっていう風になんか認識されたっぽいですね、うん、はい、で彼本人の仕事のやり方とか性格ですよね、うん、別になよなよしているインテリじゃないんですよね、はい、強い信念を持っている誇り高いなんか学者であり政治家なんですよ、うん、でかつちょっと神経質で人付き合いがちょっと苦手で容易に妥協を許さない厳しい性格、うん、言うべきことはバシって言うっていうね、うん、うん、これもなんかいろんなこう見方がされそうですよね、まあ、この性格叩かれそうですよね、うん、この性質は、はい、うん、でもっと重要な非難のポイントになったのが、うん、やっぱ宇田上皇との関係性が距離がやっぱ本当にやっぱずっと近かったんですよね、うん、はい、まあ、会社で例えると、まあ、醍醐天皇が新社長、宇田上皇がまあ会長ですよね、はい、で一義的には道真は新社長の右腕なんですよ、はい、でも宇田上皇はですね割と誤解を招くような行動を結構してたみたいですよね。で上皇になってそのいろんな貴族とかを集めてお出かけしたりとか宴を頻繁に開いてたんですよね、うん、そこに道真も付き添ってたんです、うん、これどういう構図かというと、はい、新社長います、はい、新社長任命されました、で道真も新社長のこう右腕になりました、はいはい、でも会長はさよしこう飲みに行くぞみたいな感じでやって、うん、新社長の部下たちを引き連れて飲み会をするみたいなさ、そういうことやね、お出かけして豪遊するみたいな、うん、これはさ新社長と新社長の側近たちから見たら、うん、ん？って思いますよね、うん、まあ分かるねこれはそうかもね、はい、うん、そうかもね、しかも新社長はまだ若いですよ、うんうん、若いのになんか重要な官僚とかさそのね引き連れてさ外出かけたりとかしてさ、まあ多分宇田上皇はほど単純に楽しいからやったんだと思う、うんうん、でもさ誤解を招くよね、うん、あれ上皇がなんか重要な官僚たちと一緒になんかさその滝を見に行ったりとかさなんか宴でしょっちゅう催したりとかしてなんかこれ政治なんかやろうとしてんじゃないのみたいなさ、そうね、やっぱりそういう邪推に容易に結びつくやっぱ行動ではあったというふうに考えられてますね、うんうんうん、しかもですねこれも以前に汚れの歴史をやりましたよね、うん、はい、この時もすごく汚れの観念が強く支配してた時代になってたわけなんですが、うん、天皇の周辺から汚れを排除するという力学がすごいインフレしてたんですよね、うん、で結果的に天皇の神聖化が進んだんだけれども、うん、この建物の奥深くにこもる見えない天皇になってしまったんですよね。なるほど。だから天皇はあるいは天皇の血筋の、まあ、やんごとなきお方々ですよね、はいはいはい、やんごとなき方が頻繁にこう人前に出るとか外に出歩いたりすること自体があんまりなされない時代だったんですよ、はいはい、はい、なんでかというと汚れがあるからですよね。なるほど。で逆に言えばですね天皇みたいなそういったやんごとなきお方が頻繁に外に出るとかさ、うんうん、人前に出るっていうこと自体に政治的な意味が付与されるんですよね。なるほどね。もう異例だからこの行動自体が、うん、でこれを宇田上皇が結構やってたから、うん、疑われてもしょうがなかったなんですよね。そういうのがあるんやな。なるほど。これに道真もやっぱ呼ばれて、まあ、呼ばれたら断れないからさ、まあね、行ってしまって、あれ道真ってなん？みたいなそういった普段見方をされたっていうふうに思いますね。なるほど、うん、そうなんですよ。うん、宇田上皇はさ藤原氏に対するカウンターとして、まあ、道真を醍醐天皇の補佐につけたんだけれども、うん、でもそういうふうにやってつつも宇田上皇はさ道真を手元から離さないっていう感じだったんですよね。だから結局道真にますますヘイトが集まる結果を、まあ、生んでしまった
原因の一つにはなったということです。まあ気に入ってたんでしょうね、はい、そう気に入ってたと思いますよ、うん、優秀だしさ監視めっちゃうまいしさ、うんうんうん、はい。で右大臣に任命されたじゃないですか、はい、こうやっぱね道真も多分まあ宮廷社会の空気をやっぱ敏感に察してですねもう断るんですよね、はいはい、もうちょっとやめさせてくださいと。おもう自分の家柄と能力と現状に全然即してない、うん、あの人事ですと、うんうん、でそういうふうにこう周りからの誹謗中傷の声も結構出てきてるし、うん、まあ自分のようなですねこう血筋の人ってもう大臣には不適格ですっていう風にまあ何度も言うんだけれども、うんまあ、辞職は認められなかったんですね。へ許してくれんかったんですね、うんうん、そうですね、うん、で当時の彼の気持ちはですね彼は自分でこういう風に表現してるんですよね、うん、燃え盛る炭の上に座って焼けるのを待ち陥没するのを分かっていながら溶けようとする氷を踏むようなものだという風に、うんなんか読んでるんですね。今やばいってことを感じてたんですね、うんはいうん、しかもほら道真もこの時もいい年ですよ、うん、当時にしては結構もう高齢なんですよね、うん、親しかった役職者たちが次々と亡くなってるんですよね、うん、だから割とその孤独になるよう なんか環境にどんどんなっていったんじゃないかなというふうに考えられてますね。なるほど、うん、なんかパパザネでしたっけ、うんうんうん、が予言してましたよねなんかそうですね気をつけろよみたいなそうパパザネはちゃんと慎重に動いたんですよね。あ、うんまあ、それでもだいぶ誹謗中傷を浴びせられかけてその中でなんとか出世していたっていう感じです。うん、うん、その経験を踏まえてなんか助言したんでしょうね。助言虚しくね、うん、そっちの道を今進んでますよね。なるほど。で宇田上皇もさ、はい、まあ、さらにどんだけ道真好きなんだよっていう行動に出たことがあって、はい、道真って妻がいますよね、はい、まあ、島田さんっていう妻なんですけれども、はい、島田の信彦っていう方なんですが、うん、この人はあれですよ、パパザネがさ自分の学生を師匠につけたじゃないですか、はい、その人が島田さんなんですよ。その娘さんと結婚したんですよね道真。ほうほうほう。で、うん、この島田さんが娘さんの方の道真の妻が50歳のお祝いがあったんですよね。お祝い事が、うんうん、そこに宇田上皇がわざわざ道真の自宅まで来たんですよ。これねさっきのその汚れの話を踏まえて考えるとるマジでやばいことなんですよね。なるほど。もう相当目立ってたと思います。なるほどね、うん、どういうことだろう。だってわざわざ臣下の家にですよ、しかも妻のお祝い事に元天皇が来るっていうのはだいぶやばい。うん、ちょっと宇田さん、宇田さんですよこれねえ宇田さんちゃんとやってよ。でこれもねまたでこう道真は断れないんです。組織人ですよね。断れんわな。でもあ、まあ、ちょっともしかしてなんか彼の性格からしてちょっと抑えてくださいというふうに言ったかもしれないですけどね。あまあその宇田上皇もその感謝の気持ちめっちゃ示したいみたいな善意なんだろうね。そうだね、善意だと悪気ないから。悪気ないと本当に感謝してて、うん、息子にもそれでつけて、うん、みたいな感じだから、うん、感謝の気持ちを示すためにできることは全部したいみたいな感じで。そうだと思う。やってんだろうね。もうなんかね、一官僚というよりも官僚以上友達未満な感覚だったんだなと思いますよね。うん、で道真もやっぱご恩を感じてるから、まあ、それはもう断れるわけではないし、うん、みたいな、うん、っていう風のが道真のニッチもサッチもいかない状況にはなってたっていうことですよね。うん、はい、なるほど。なんか溜まっていってるわけですね周囲は、うん、そうあれあれあれみたいなやつが、はい、はいはい、最終的には道真には失脚します。おりゃ、はい、右大臣から左遷されるんですよね。これ57歳の時ですね、はい、で右大臣から太宰府に落とされるんですよ。おついに太宰府、はい、きときと太宰の権の措置っていう役職に落とされるんですよね。まあ、太宰府っていうのは、まあ、説明するとですね、うん、あの今の太宰府のところに、ね、あった地方の行政機関ですね、うん、で国防になってたし九州一円の統括もやってたし、うん、まあ、外交もになってたんですよね。で太宰の権の措置っていうのは実質的な太宰府、まあ、この太宰府って機関ですね、機関っていうと機関の名前ですよ、はい、この長官職なんですよね。だからなんかいい肩書きじゃないですか、うんうん、いい役職のように見えるんだけれども、うん、なんかこうこのポストってなぜかですね失脚した貴族たちの左遷ポストとして当てられることもあったそうです、ね、なんか左遷用ポストとして中央から遠すぎるとかそうそうそう当てられるっていうこともあった、はい、うん、また田舎に行っちゃった、はいですね、ありゃりゃ、うん、
でさらにこうひどいのは左遷と言いつつもかなり流罪に近かったんですよね、うん、まずはもう給料も払いませんと、付き従う人も支給しませんと、うん、で太宰府に行っても政治の仕事には関わってはいけませんという風な、うん、もうほぼなんていうかね謹慎へ、うん、で食料も支給しませんと、馬も支給しませんと、うん、っていう風な、まあ割と左遷というよりも本当に流刑ですね。きついですよね、はい、きついですね。これ醍醐天皇が言ったんですよね。これは醍醐天皇が言ったんです、うん、ですよね、はい、なんか、まあ、後でその経緯とおぼしきものを説明しますけれども、はい、やっぱりこういう人事っていうのは、人事発表っていうのは基本的に天皇の文書でよって発表されるので、だからそうか、誰が首謀者だったとしても最終的に言うのは天皇ってこと、ね、そうですね。なるほどなるほど、はいはい、で左遷の理由ですね、はい、クーデターを計画したんじゃないかなっていう罪ですね。あ、まあ、もちろんこれはですね、あの今ではもうでっち上げだというふうなことが、まあ通説に近いと、うん、いうふうに言われてますね、うん、はい。で失脚に至った理由なんですけれども、はい、これはね、はっきりとは分かってないです実は、うん、はい、いろんなこと、人がいろんなことを言ってて、うん、多分まあ原因は複合的だと思います。今まで多分いろいろ多分原因らしきことを僕は言ったと思うんですけれども、うん、まあ基本的に藤原の時平ですね、うん、あのもう道真と同時にこう醍醐天皇の右腕として任命された人、はい、うん、この人の主導によるっていうのがほぼ通説ですね、うん、この人が道真よりも醍醐天皇との距離が近くで、醍醐天皇から信頼されてて天皇の意向を左右できたというふうな見方がまあ一般的ですね。なるほど、はい。まあ本当左遷の本当の理由はまあ分かんないんですね。まあ複合的な要因がまあ絡み合いつつ、なんかボディーブローのように多分道真にダメージを与え続けて、おそらく朝廷内でいろんなアンチ道真の動きが起きる中で、それの一つがまあ道真の政権中枢からのパージっていう形でまあ着地したんじゃないかなというふうに推測されます。なるほど、はい、ですね。で道真と藤原時平の2人の間ではでさ、うん、別になんか仲が悪いっていう記録は残ってないんですよね、うん、別になんか政治闘争やってたわけではないんです実は、うん、なんか道真が左遷される直前まで2人でなんかこう文書のやり取りもしてたし、うん、時平も時平でさ、なんかほら道真って文章うまいじゃん、だから代筆とかも普通に頼んでたりとかしたんですよね、はいはい、うん、この二人が倹約だったっていう風に読み取れる資料は実はないんですよね。へえ、はい、なんかいろんな学者 の考察を述べていきますね、はいはい、醍醐天皇いるじゃないですか、はい、醍醐天皇はおそらく、まあ、自分の父親と道真に対して若干ちょっと微妙な感情を抱いてたことはやはり推測できるんですよ ね、まあ、さっき言ってたほら、はいはい、醍醐天皇の例えばなんか部下たちをこう、ね、会長が引き連れて合流するとかさ、はいはいはい、うん、それをやっぱ見てるとさ、うんって思うこともまあ容易に想像できるということもあるし、なんかこうほら醍醐天皇もその人事発表とかするじゃないですか、うんうん、貴族たちの人事発表で、この時のその役職の候補者リストがあるんですよね、うんうん、この候補者リストをに対して最終的な承認を出してたのは宇田上皇なんですよ。宇田上皇、そうだから新社長が、はい、人事発表しますという感じでリストを作りました、うん、でもなんかこうこのリストを最終的に見て、うん、いいんじゃないっていうふうに言うのが宇田上皇、こういう関係性だったんですよね。なるほど、うん、でしかもこのリストをさ、こう宇田上皇に持っていく使者が道真だったんです。うん、うん、醍醐天皇の視点から言うとなんかね、なんかもうコントロールされてる感じがあるっすね。そう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 、目の上の単行部というか醍醐天皇にとってはやっぱり父親っていうのは配慮すべき存在ではあったんです。で道真はその腹心として自分よりも自分の父親と仲がいいっていう風な存在として認知されてた可能性が非常に高いですよね。なんかそこの2人の関係性どうなんですかね。宇田上皇と醍醐天皇っていうのはどう言われてるんですか。あんまりよく分かってないんですが。分かってないんやね。まあ、あくまで推測、今言ったことももしかして微妙な感情を抱いたかもしれないっていうのもあくまで学者の推測です。そうかそうか、はい、うん、ただ一個だけ出来事があって、醍醐天皇が妃を取ったんですよね、はい、時平の娘を、うんうんうん、を若干ちょっと離れ技で自分の妃にしたっていう出来事があって、はい、それに対して宇田法皇は怒りを抱いたっていう記録はありますよね。時平が無理やり娘を送り出してきた、ね、そうそうそう、うん、まあそれによって実は時平が天皇の血縁に食い込むことができた。それはですね、道真が左遷の決定された後なんですよ。
そう、だからそういう事実から逆算してやっぱり時平と、まあ、醍醐天皇はつながってて、そうそう、つながってて結果的に氏真と対立構造を形成してたっていう話ですよね。あ、なるほどね、はい、で左遷を結託して決めたんじゃないかっていう説が通説になってるって話ですね、はい、なるほど。もうちょっといろいろ掘っていきますね、はいはい、あので、醍醐天皇もさ、うん、年若いじゃん、はい、で時平もさ年若いんだよね、はいはい、うん、だからこの辺も実はちょっと年齢も結構関係あったんじゃないかなと思いますよね。やっぱその道真は重鎮なんですよ、うん、もう長老みたいなベテランみたいな感じ なんだけれども、うんうん、時平は若手のエース、しかも前なんか太政大臣、関白、まあ、関白でもあるんですけれども、うん、そのお父さんがの息子なんですよね、うん、で道真はさ、自分のお父さん、自分のなんか会長とすげえなんか仲良くしてるから、それは自然的に年の近い時平との関係構築になんか傾いてしまうっていうのもなんか推察できると思いますね。年齢差でいうと どんくらい。醍醐天皇が即位した時の年齢ですね、うん、13歳、うん、藤原の時平ですね、若手エースですよね、27歳、14個差、はいはいはい、道真、はい、53歳なんですよ。あ、もうダブルスコア、うん、いや、そうですね、うん、まあ、だから相当離れてるんですね。そうですね、うんうん、もう道真おじさんですよ、ね、あ、まあ、父親世代だよね、だからね、そう、父親世代の道真おじさんがなんかずっと父親となんかいろいろなんかそっちのグループに入ってってるなみたいな。そっかそっか、そりゃなんかさ、ねえ、まあね、醍醐天皇の、ね、立場からすればさ、醍醐天皇の40個上になりますね、そうそうそう、うん、なるほどなるほど、うん、ああ、そんだけ離れてるんやね、うん、なるほどなるほど、ね、はい、はい、でさ、さっきさ、藤原の時平と道真って当事者同士で別になんか険悪な記録は残ってないっていうふうに言ったじゃないですか、はい、でも彼らのそれぞれの下についてあるグループがそういう気持ちじゃないっていう可能性もあるんですよね、うん、やっぱりなんつうかさ、たとえ当事者同士に政治的な対立の意図がなくてもさ、うん、なんか結果的に2つのグループの輪郭が徐々に形成していって、対立構造に容易に結びつくようななんかそういう現象がやっぱ起きてた可能性があると、うん、わかりますかね、うん、どういうことでしょう、うん、その、うん、トップ同士たちとは別に対立していなくても、うん、トップたちのなんか動きに反応してさ、下の者たちが勝手にざわつくみたいな、ああ、そういう感じね、あいつらは俺らちょっと違うグループだよねみたいな、はい、っていうのもつながってた可能性があると、はい、あ、しかもさ、道真、道真っていうかその関係老化ですよね、うん、私塾の、うん、関係老化のがから輩出したその役人官僚っていうのは、うん、なんか当時のこの記録ではなんか朝廷の半数以上も、へー、そう、関係老化出身者で占められたっていう風に書いてる人もいるんですよね。同じ予備校出身みたいな、そうそうそう、うん、なんか東大法学部じゃないですけれども、なんか官僚の人材供給センターみたいな、うん、なんか結構ね、なんかこれだけもし本当に関係老化出身の人たちがさ、朝廷内で占めてるとさ、やっぱりそうじゃない人たちの目にはさ、無視できない潜在的な脅威として映ってもしょうがないじゃん。なるほど。うん、なんかそれもやっぱりこの道真の立場のこう危うさをブーストする要因になったんじゃないかなというふうに言われてますね。そうかそうか、うんうん、なるほど。すみません、いろいろ話がとっちらかったんですけれども、うん、まあ、道真が置かれた複雑な立場を説明するためにいろんな視点からちょっと話してみました。はいはい、なるほど、はい、分かりました。で、道真に話戻しますね。はい、はい、左遷決定しました、うん、道真の左遷の知らせを聞いた宇田法皇ですね、まあ、この時も出家したんで宇田法皇がですね、うん、もうすぐさま駆けつけたんですよ。ほう、はい、もうちょっと左遷を止めようとしたんですよね、うん、まあ、駆けつけたというのは、まあ、その醍醐天皇のまあいるところに駆けつけたんですよ、はいはいはい、でもね、なんかね、入らせなかった。あら、その警護の人が、うん、でそこで宇田法皇は門にね、こう御座を引いてずっと座ってたんだって、うん、へ、うん、でもやっぱ兵士とかがさ、詰めてさ、こう入ってこないでくださいっていう風に止めてたんです。へえ、うん、そう、あ、だから寂しかったやん。うん。もっと結構やばいっていう気持ちになったんじゃないかな。あれ、道真が飛ばされたって言ってやってっつって。なるほど。そう。で、学者によってはこの時のその宇田法皇がですね、うん、こう自分の息子に会いに来たっていうことを息子、まあ、醍醐天皇は知らなかったっていうふうに書いてる学者もいますよね、うん、もう周りのこう周囲、彼の周りの人だからですね、もうこの情報を入れなかった、うん、その醍醐天皇の入れなかったっていうふうな見解もありますね。なるほど、はい、うん、
で道真の息子たちもですね、もうあの役人になってる人全員左遷みたいな、うん、で全員バラバラになるよう違う地方に落とされていくんですよ、はい、で宇田法皇の側近も左遷されるっていう、わ、まあ、結構ね大きな政治的な動向ですよね。なんかね激しい動きですよねこれね、はい、うん、なるほど。で醍醐天皇の弟が道真の娘婿なんですよね、うん、時雄親王って言うんですけれども、うんうん、この人も道真の左遷に演座して出家をするんですよね。でこういった周りの動きもある中でこの左遷が発表されてから6日後にもう道真は太宰府に向けて出発してたんですよ、うん、この時の自分の妻がさ住む家のその木の枝があるん、うんうん、見えるんですよね道真から、はいはい、なんか道真がほら都から離れていくじゃん、うん、でだんだんとその、ね、自分の血の木の枝が見えなくなっていくじゃん、それが見えなくなるまでずっと道真は振り返ってたんですよね。へー、うん、そうめっちゃ嫌やったん。そうでこの太宰府に行く途中も本当に辛い道のりで、なんか彼が言葉で残してるんですけれども、なんか知人からの消息も絶えて自分一人で寝るっていうのもなんか辛くて夢すら見ないと。で太宰府に到着したものの食事を一緒に取る人もいなくて、秋に寒々とした風が吹いて衣もないみたいな、なんか結構生活環境が劣悪だったんですよね。衰弱して足が萎えてしまったようだとか、エネルギーに溢れていた私の魂もすり減らし尽くされてしまったというふうに彼は呼んでますね。で太宰府に到着するんですよ。なんつうか落ちぶれた右大臣じゃないですか、もう見物人たちが大勢集まるんですよね。おーなんか右大臣がなんか落とされたねみたいな、はいはい、これを見た道真、吐いちゃうんですよ。うわ、うんうん、そう好奇の目にさらされてそれに耐えきれなくなったんですね、はい、でしかもやっぱ治安が悪いんですよね。あ、はい、うん、なんか道真もこれをなんか記録で残してて、人殺し、人を殺したり傷つけたりすることがまあ結構頻繁にあって、うん、でその盗っ人もなんかめっちゃいて、なんか偽物の綿を売る人とかもいるみたいな、うん、そういう情景を彼は読んでますよね、うん、なるほどな。で太宰府での暮らしぶりももうなんかほぼ流刑に近くてやっぱ厳しい生活なんですよね。外出はできないし謹慎させられる、うん、でやっぱり飯がまともに食事ができなかったみたい、うん、百姓の子供から野菜をもらって飢えをしのいでたっていう状態でしたね。これ金がないから、それが物がないから全部、あ、どっちともか、そう、全部なのやべえな、あ、うん、でいろんなものが手に入らないので家の修理もできないとか、うん、で病気にもかかるんですよね、うん、出来物とか脚気とか、なんか胃がすごく、うん、なんか多分ストレスだと思うんですよね。ストレスだろうねこれ。痛かったらしくて、うん、なんか苦しくて、まあ、横に寝てたんですよね、うん、でそれをでどうしても我慢できないからやっぱ体を起こしてお茶を飲んだり、うん、そのちょっと焼いて温めた石をなんか北海道みたいな感じにして懐に入れてお腹を温めたり、うん、ろくに飲めないお酒を煽ったりして、なんとか彼はですね症状を抑えようとするんだけれども一向に効果がないんですよ、まずいねこれ。そう、そう世間から隔絶されてさ、うん、で家からの手紙も届かずに痩せこけてしまって、なんか自分の服を締める帯があるんですよね、うん、その帯も緩んでしまって着ている服の色も褪せていくっていう、うん、そういう監視を読んでますね。あ、きついねここなんか、うんうんうん、で彼はもちろんこの左遷に納得してなくてですね、まあ、無実とか無念の気持ちを監視に書き連ねてたんですよ、うん、で結構なんか批判的な監視も書いてたらしくて、やっぱ怒るからね。そう、うん、でもそれは人に見られるのがちょっとはばかって燃やしてたんだって。へえ、燃やしたんや。うん、うわー見たいそれ。そ見たいっすよね。ね、最後までやっぱり都に帰りたかったみたいですね。うん、でその中でもやっぱりその監視と読書はずっと絶やさなかったみたいですね。うん、まあなんとかそれで正気を保ってたと思います。うん、なんか夜中までずっと読書してて。でろうそくの油がつけてしまったんですよね、うん、はい、で読めなくなるんですよ暗すぎて、はい、じゃあ彼どうしたかというと本を持ったまま窓辺に移って月の光を頼りに本を夜中までずっと読んでたっていう、うん、まあ、地域の人との交流もなんか若干あったみたいですね、うんうん、あったりとか、あとその唐で作られたまあ輸入物の椅子をタダで手に入れて
あ、ラッキーじゃんみたいなそういう漢詩も読んでます。なるほど、うん、で太宰府に左遷されて2年後ですね、うん、2年が経った時にこう彼は最後の詩を読むんですよね。ほう。で春の雪ですね、ちょうど年が明けた時に彼は詩を読んで、うん、まあ、この春の雪を見てですね、はあ、都に帰りたいなというふうに詩を読んだんです。これが生涯最後の詩になったんですよ。で死ぬ前にですね、死ぬ前に彼が最後にやったことは、うん、太宰府で作った46首の漢詩を一冊にまとめて都にいる知り合いに送ったんですよ。うもうまあまあもう長くないで分かってたんだろうね、うん、これも今日まで残ってます。あ、残ってんですね。そう、へー、そうなんですよ。でその後すぐに亡くなったんですね、うん、59歳で。その道真のお墓の上に建てられたのが今の太宰府天満宮。ああ、なるほどね。はい。ですし、はい、その太宰府天満宮からね、はい、まあ、徒歩で30分ぐらいかな、30分ぐらいのところにね、江ノ木社っていう小さい神社があるんですけれども、うん、これが道真が人生最後の2年間を過ごした場所の後に建てられたものなんですよ。へー、うん、初めて聞いたっす、江ノ木社。うん。これが彼の一生ですね。うん。はい。なるほど。切ないね。なんか最後、うん、って感じで終わっていったっすね。うんうん、じゃあ太宰府で本読んで病気になって亡くなってったってことですよね。うん、そうですね。はい。でそこで神様になった。まあそこからがまたいろいろあったんですけども。怨霊って言われてね。怨霊と言われていろいろこうあった時に、これは道真の怨霊だみたいになって。雷が落ちたりとか、ね、罪悪感があったんでしょうね本人たちも。 それで慌てて怨霊を鎮めるためにみたいなやつだよね、うん、そう、なるほどね、うん、あ、そういうことで神様になっていくんや。そうですね、やっぱりこう彼でその無大臣を落として、しかもこんな悲惨な生活させて死なせるっていうことがやっぱり当時の人たちにとっても、ね、当事者たちにとっても結構大きな出来事だったと思いますよ。でたまたまそのね、雷とかが落ちてなんかね、都が焼けたりとか、人が雷で撃たれて死んだりとかした時に、わ、これは道真のお怒りだというふうに捉えたんでしょうね。うん、そうかそうか、うん、なんかちょっとこう言っていいのか分かんないけど、ポジティブな理由だけじゃなく、うん、そういう経緯でなっていったっていうのもあったんだなっていうことですかね、うん、はあ、いやー、なるほど。なんかちょっと最後、うん、うわーっていう終わり方やったっすね人生、うんうん、なるほど、うん、じゃあ一旦本編はここまでで、はい、エンディングいきますか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、うん、なんかねこう結構前半から中盤ぐらいまでは、うん、結構覇気があって、うん、文句も言ったりして、うんうん、でもなんかね、重要なポストついてうわーって感じだったんですけど、うん、ふって消えた感じがしたのか、うん、そうですね、なんか優秀すぎたね。でもそうね、なんか割とそのまずそのフラットに現象だけを拾ってみるとさ、ある意味彼の人生の境遇、人生の結末っていうのはよくある話でもあるかなと思うんですよね、うん、日本、特に日本で、まあね、まあ、中国でも多分そうだね、歴史上何人もいるよねやっぱ。そう、この失脚の仕方する人で、うん、正しいことをやろうとして、うん、で政治闘争に負けて、うん、こうちょっと不遇な最後を送ってしまったっていうのはあるね、うんうん、殺されてないとかが日本っぽいよね、うんうん、まあそうね、うん、そうかそうか、うん、中国とかやったら殺されますよねこれ、うんうん、ね、はい、うん、いや、AI さんどうなんですか、やってみてどの辺が印象深かったとかってありますか。やっぱり彼の漢詩がやっぱ残ってて、それを読むことによって、あ、確かに千年前は菅原の道真っていう一人のなんか血肉の通った人間がいたんだなっていうことをさ、リアルな感覚を伴って想像できるのが、なんか良かったなと純粋に思いました。そうないよね、ここまでなんか気持ちわかる人、千年前で、ね、なんか別に彼は偉業とかを達成したわけじゃないんだけれども、こういう形での歴史への名の残し方とか、人の心にへの存在の留め方もあるんだなっていうことを気づかされましたね。なるほどですね、いや僕も結構ね、やっぱりね、詩が良かったなっていうのが良かったっていうか、なんかねちょっと面白かったんですね。面白いですよ、なんかね、彼の詩は。いわゆるその歴史の
人が残した詩っていうよりは、はいはい、マジのなんかこうつぶやきみたいな、うん、なんかその感情が入ってる感じがしてすげえ良かったんですよね、うん、そうなんですよね、うん、彼の詩は、うん、あの沼る人は沼ると思います、面白いんで、そこが一個っていうのと、あとやっぱこう最後ふわっとなんかね亡くなった後の一回怨霊扱いされて、うん、そっから神様になってったっていうのって、いやその辺の過程もね、うん、入れたかったんだけれども、今回のシリーズに、まあ、ちょっと長くなるんですよ。なるほど、またちょっと面白いんですよね。またちょっと違う例えば民族学とかの視点からちょっと面白いんですよ、はい、なんかここも結構面白くて、うん、なんかこういう人生で亡くなってた方っていると思うんですよね、うん、なんかこう、うん、優秀だったけどいろんな不遇愛があって、でも地方に行って怨霊、うん、扱いされたからこそ今ね、なんか天満宮になったりとか天神になって、うん、こうやって残ってるっていうのも、うんうん、じゃあなんかそれはもちろんその時嫌やったろうけど、うん、で怨霊扱いされた時もなんかね、うん、その時点ではこうきついやろうけど、今学問の神様って言われてますからね、うん、これもなんかこう味わい深いなって思いますね。全部道真のさ、ああこう意思とは関わりないところでいろんなことが起きて、いろんな扱いを自分はされてるよね。飛ばされてなかったら神様扱いされてないですもんね、絶対に、うん、まあでも日本の宮廷史の中でやっぱりすごい燦然と輝く天才というか出世頭ではそうだねあると思うんですよね、うん、なんかそのポジティブな面がやっぱりその生きてる間は神を買ったけど、はい、まあ、亡くなった後に、はい、やっぱそこの部分がフォーカスされて神格化していくっていうのは、うん、まあ、それほどのやっぱり軽有な出世の仕方をした人だし、うん、出世をした後にちゃんとその天皇から信頼され、うん、あの一つ一つをしっかりと仕事してらっしゃる方だと思うんで、うん、まあ、なんかそういうところが神様化するところにやっぱつながってんだろうし、そうね、あとセンセーショナルに仕事もできるし勉強もできるから、うん、なんていうかめっちゃできるなみたいになるから、学問の神様みたいになった時にそりゃ道真公だからねみたいになるわけだよね、多分ね。そうね、そうね、あそこもなんていうか面白いな、面白いですね。深井くんの今の言ってることとプラスしてさ、漢詩が残ってるじゃないですか、で多分後の世の人たちも漢詩を読んで道真という人間に感情移入できたと思うんですよね。そうだね、感情移入のプロセスがやっぱり彼の神格化にやっぱつながった可能性が非常にあるかなと思います。そこもおもろいよね。だからその感情移入させるような漢詩を作れるっていうスキル自体がこの彼にあるから、そうね、そうね、それも勉強の結果だもんね。才能もあるだろうけどもちろん、おもろいよね。面白いっすね。ちなみにチップスとして、ほら彼学問の神様に途中からなってるじゃないですか、はいはいはい、彼が学問の神様として名誉回復して、まあ、そういう風な見方を作ったキーマンの人がいるんですよね。その人も彼が亡くなった後の貴族なんですけれども、同じ貴殿堂出身の貴族なんですよね。へー、でその人の親父が安倍晴明の師匠なんです。へー、だから陰陽家系の出身の人が紀伝堂に入って、うん、でその人がすごく道真のことをリスペクトして、道真は文の優れたその偉人だっていう風に言い出したのが実は学問の神様の始まりなんですよ。へえ、うん、はい、あーなんかそこもちょっと面白いな。そうなんですね、陰陽道、うん、いやーそんな感じですかね、はい、ね、太宰府天満宮ってなんとなく福岡にあって、うん、なんとなく行ったら気持ちよくてそうですね、みんな行ってるから手を合わせて、はい、で梅ヶ谷餅も梅ヶ谷餅美味しいから行ってで子供生まれたら太宰府園に行って、うん、びっくりハウス入ってあ、そう遊園地ありますもんね。遊園地あるんですよ、太宰府園って遊園地あって、うん、みたいな付き合い方しかしてなかったですけど、うん、なんかそこの怒りみたいなのを知れたっていうのがなんかこう福岡にずっと生まれ育った僕としては、うん、そこも良かったっすね、うん、なんかすごくやっぱアイデンティティっていうか、うん、まあ、個性のすごく強い人間だったんですね。いやということで、はい、本日は以上ですかね、はい、はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上古典ラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。